おぞしは、日本の氏族の一つ。本姓は、源氏。神王代56代、聖は天皇の病営、白木三郎、吉光の後院で、甲斐、源氏の一族である鏡氏の支流である。おぞは、和名類受賞に記載される、山梨郡の環境で、おぞ号は、甲府盆地北東部の甲州市縁山に否定され、甲州市縁山上おぞ、道縁山下おぞに、遺承地が残される。 西草氏系図によれば、古代には、カのノ在長官人で、盆地東部に、足跡が残されている西草氏の西草氏国三男、守次が院お助を称しており、西草氏の一族が、当地に寄っていたと考えられている。平安時代後期には、カの国一川僧に配慮された、源の乗り木を、清光親子の子孫は、カ源氏として、 甲府盆地各地へ進出して土着し諸士が分出するが、お祖号には、甲斐、源氏の一族である鏡炎光の子で、お祖世を称する光平、三都市の存在が知られ、甲斐、源氏の一族が、当地によりお祖師を称していたと考えられている。戦国期、武田信玄の家臣筆頭閣であった、板垣信方が、上田原の戦いにおいて討ち死にした後、家藤は、嫡男の信則が継いだが、 不行跡のために、武田信玄によって、武田家から追放され、後に中殺された。これにより、田垣家の着流は一旦断絶したが、翌年、板垣信方の娘婿であった、小蔵佐京領の康が武田信玄の命を受けて、板垣市着流として再興した。これにより、お祖師に代わり、武田家臣団に含まれる板垣氏が出現する。武田氏滅亡後は、 真田ダ・幸に仕え、後、加賀藩士となった。なお、武田家から追放された、板垣信則の子孫からは、母親戦争で活躍した、板垣大輔が出ている。おそ屋敷公衆支援山下大沿には、中世の土豪屋敷である、おそ屋敷がある。おそ屋敷は良好な依存状態の遺構が残される、土豪屋敷跡で、周辺にも、同時期の土豪屋敷が点在している。 おそ屋敷は干守については不明であるが、武田氏滅亡の際には、おぞ氏から、板垣氏に改名した、板垣の康に連なると思われる、板垣権兵衛が付近で自害したとの伝承があり、切腹の際に腰をかけたという、板垣権兵衛の切腹石が残されている。東山梨郡上尾お及び下尾蔵村。現、山梨県甲州市縁山上尾お及び縁山下尾蔵。 山梨県史資料編三原子、古代2294号教皇は、上住院、武田慶図、県史中世三条から16号、三都市は、大正寺会賢治慶図、県史中世三条から17号に記載。ありがとうございます。